見て見てかっこいいっしょまたどころかよって突っ込まれそうだけどね <laughs> スカルが好きなんすよソータでも青ってソータがチョイスするの珍しいでしょうん赤のやつとはまたちょっと違うんだけどほらデザインが気に入ったんで買いました後ろほらいいでしょセクシーでしょセクシーでしょニューふふ。フフフフさて、えー、コーディネーターの端はポイーして コーディネーターの足っぽいーして本題に入っていきたいと思います。えー、ケフのね、動画はですね、女性の方はちょっといい気しないかもしれないんですけど、まあ、最後までご視聴よろしくお願いします。別に女性に対して僕は男尊女卑の気持ち全くない。むしろ女性を僕は尊敬してます。はい。だから、最後までちゃんとちゃんと聞いてくださいね。うん、ディスってるわけでもないし、 女性を差別してるわけでもないんですよ。うん、ただね、面白い論文を見つけたんで、それを紹介したいなっていうね、それだけの気持ちです、僕の。うんうん、そう、面白い論文を見たから、みんなに楽しんでもらいたいなっていう気持ちですよ、うん。それで動画を作っていきたいと思います。はい。あのね、男性の浮気ってさ、許せないじゃん。俺も許せないって。 浮気するやつはもう死ねばいいと思うんだよだけどまあその論文によるとですねまあ男の浮気はその女性にあるんじゃないかっていうようなことが書かれてたんだよねタイトルでも分かる通りうんまあ俺はそんなことねえと思うんだけど論文にはそう書いてあったわけようんよくさ なんかほら男は遺伝子を残さなきゃいけないっていう本能があるからそれが DNA に組み込まれてるから浮気をするとか言,う言ってるじゃないそういうさ定説があったじゃないでもねその論文には違うことが書いてあったんだよねうんあのね動物と違って人間っていうのはあのー、万年発情期なわけですよはい3発情年が発情期が発情期が発情期が あるわけでございいますよ人間っていうのはねでも最近はなぜか男性の性欲がこう落ちてきたからあのー、亡くなってきたから女性の方がこう着飾るようになったわけですよ。うん。男性を誘うようになってきたわけですよ。最近の人間というのはね。動物界だと男がオスがね あの例えばライオンのたてがみでは「俺はこんな立派なんだぜ」って呪者を引き寄せたりとかクジャクなんかが「私をああじゃあ私じゃない俺の羽はこんな綺麗なんだぜ俺はこんな立派な羽を持ってんだぜ」っつってメスを誘惑してるわけなんですよ動物界の中では例えば牛さんでもあのサイさんでもそうですよ「こんな立派な角があるんだぜこんな立派な角があるんだぜ」っつって。 まあメスを誘惑するのはみんなオスなんですよ動物界の中では。でも人間に至っては女子が化粧したりするでしょ。うん。女子が化粧して男性を誘惑するんですよ。で、これはですね、誘導的性欲と言われております。うん、で、その誘導的性欲というのはとても重要なわけでございますよ。うん。で、 だいたい浮気する男性っていうのは結婚してからなんだよね、うん、データみたいなのを取ってみると、うん、結婚した後に浮気をするでその浮気のその理由っていうのが奥さんが結婚したら手を抜いてしまうから、うん、付き合い当初っていうのはさおしゃれにも気を使うし化粧もバリバリに決めて。 だからその誘導的性欲が男性に向くわけでございますよ。この女を抱きたいな。この女とエッチがしたいなっていう、うん、のが浮気を止めてる理由らしいです。うん、その論文によるとね。うん、あのね性欲が湧かない愛情っていうのは存在しねえらしい。うんで 例えばその女性を見たときに、その、抱きたいなとか、あ、キスがしたいなって思う気持ちそういう気持ちは愛情なんだって。うん。その女性を見ても、その女性に対して手を触れたい、キスがしたい、抱きしめたいって思わないっていうのは愛情はない。うん。だから、女性は、あ大変かもしれないけど、常にその誘導的勢力を、 男に促しないといけないい、うん、いといけけわよだから、化粧ととかかうんしなないいいけのだら例えばね結婚してから、ずーっと家でゴロ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 してて、化粧もせず、パジャマのままでいて、でブク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 太っちゃったりとかしたら、あの、その論文によるとね、その論文によるとね、そりゃ浮気して当たり前だよ、みたいなことが書いてあったわけでございますよ。まあ、俺はね、それでもね、浮気するやつのが、 にもう許せないよ。うん。女性がいくら手抜いたとしても、でも、浮気はしちゃいかんと、俺は思ってるよ。俺は女性の味方だよ。うん。ただ、そういうことをすると女、あの男の気持ちは離れていく。男の性欲がなくなる。性欲なくなるイコール愛情がなくなるってことらしいです。はい。お分かりいただけたでしょうか。うん。でね、 まあ、その誘導勢力をずっと刺激してると愛情は損なわれないんだって、うん、男は常にずっと愛してくれてて、まあ、求めてくれるし、うん、浮気もしないっていう一石二鳥なわけでございますだから女性はもうずっと綺麗でいてください、うん、気を遣っててください大変かもしれないけど、うん、でいいね、あのー、親なんかはね、あのー、言ってますよね 結婚しても綺麗にしなさいとかおしとやかにしなさいとかあと料理とか化粧とかもちゃんとしなきゃダメよっていうふうに親がいい親は多分言ってると思うんですよでもそれはその通りらしいですようんまあでもね俺もは絶対浮気しない人間で浮気したことないけど確かに一日中ゴロゴロされてて、ね、パジャマのままでいて でブクブク太ったりしたら、それはね、浮気をしないけど怒り、怒るな怒っちゃうなうん。やっぱりねだん、いつまでも俺は男女の関係でいたいと思うよ。じじいばばになっても、やっぱり男女でいたい、ね、男と女でありたいって思うよね。だからそこは俺もなぁなんにしちゃいけないと思う。それは女の子に限らずだよね、でもね、男もかっこよくいなきゃいけないし。 会社の付き合いとかで言い訳にとかして腹が出るのとかもう俺はねダメじゃないかなと思うんでねその付きあった当初のかっこよさをキープさせるそれが常に女を惚れさせてるっていうのは俺も男として必要なことだと思う、うん、だからね俺は女性のことをデスしてないでしょ差別しないでしょ、うん、そういうことでございました、うん、じゃあ、えー、より良い 俺にはね彼女も恋人もいないし、えー、もちろん嫁さんなんかもいないですけどもあのー、旦那さんがいる方はよりよい、えー、結婚生活を行ってくださいませ参考にしていただけたら幸いです。と一緒に転がっていこうぜ。